こんばんは、ウイスキーパトロールです。今日はですね、先日30種類ウイスキー飲み始めて、まあ、味を覚えてる限りね、30種類飲んだということで、今日は30種類をランキングにしてですね、自分の独断でランキングにしまして、発表したいと思います。で、今休館日なんでね、これグラス置いてありますけど、麦茶ですね。雰囲気を出すためにただ置いてあります。で、後ろの用紙とかはね、ただ飾りで、まあ雰囲気を出すために置いてるだけですね。今日は飲まないです。ではですね、30位発表していきたいと思います。で、1位が最後に来るんですけど、まあ、30位もちょっと開けておいて、29から始まって最後1位と30位を発表しようという、予定でいきます。これはですね、価格は考えずに飲んだ時の、100点満点でね、私ちょっと表グラフをつけてるんですけど、それの純粋に点数順で発表していきたいと思います。なんで安いコスパとかはね、今回はなしで、コスパはこの前のコスパ5000という方で出しましたんで、今回は純粋に味が100点満点でね、つけて美味しかった順にランキングしております。はい、では、発表します。まずですね、29位がブラックニッカのクリアですね。この低価格帯のね、ブラックニッカクリアが29位です。こちらは出先で飲んだので、飲んでる映像はないんですけども、確かね、ホテルでハーフボトルで2日に分けて飲んだんですけど、まあ、非常に飲みやすいです。クリアっていうぐらいでね、本当に飲みやすくて、まあ、ハイボールなんかでこう食事と一緒にっていうのはいいかなって思いますね。で、大体居酒屋さんでブラックニッカのハイボールっていうと、何件か聞いてみたんですけど、まあほぼ間違いなくクリアですね。まあそうですよね、ブラックニッカはブラックニッカですからね。で、というわけで、飲みやすいクリアな、ブラックニッカクリアが、30品目中29位という順番です。はい、続いて28位が、これ、結構好きな人もねいると思うんですけど、僕的にはあまりこう響かなかったね。デュアーズのホワイトラベルですね。デュアーズのホワイトラベルが28位ですね。バーテンダーさんに人気っていうんですけど、なんか僕はそんなにこう悪くはないんだけど、良さも感じなかったみたいな感じで、28位はデュアーズのホワイトになっております。はい、続いて27位は、ホワイトホースですね。これ一番下のモデルのやつ、安いモデルのやつですね。ホワイトホースの、なんていうんですかね、ノンヴィンテージですかね、が27位です。こちらもやっぱりデュアーズと同じような理由で、まあ、悪くはないんですけど、まあ、渋いね、ちょっとビターピートもあって渋い硬派なウイスキーっていう印象はあったんですけど、まあ純粋にね、好みの問題で、あんまり点数上がらなかった27位がホワイトホースという結果になりましたね。はい、次の、続いて26位は、日本のやつですけどね、トゴーチプレミアムですね。こちらもミニボトルで飲んだんですけども、トゴーチもそうなんですよね、なんかこう、あと値段も割とプレミアム高いんで3000円弱ぐらいするんで、まあ、悪くはないんですけど、それでこれっていうのがあってですね、まあ、トゴーチプレミアム26位という結果になりましたね。これ下からね、本当まあ、言い方悪いですけど、ワースト5に入ってしまったということで、まあ、トゴーチ他にもシリーズあるんでね、あと後々飲んでみたいなとは思っていますけど、とりあえずトゴーチプレミアムは26位です。はい、次、続いて25位は、ヘリオス酒造さんのレキですね。レキ、これ同点がこの辺がね、実際味23、24、25はもう同じ点数になってるんですけど、これは価格を鑑みてですね、その中で一番高いってことで、同じ点数だけど一番低くなってるというが、レキですね、ヘリオスのレキ。ちょっとね、180ミリで、
まあ900円後半っていうのはね、ちょっとこれ半額ぐらいだったらもうちょっと飲めるなって思うんですけど、まあ自分泡盛はすごい大好きなんで、沖縄B級を入れてもまあこれぐらいかなっていう感じで、悪くはないですよ全然。もうまあ美味しい部類にも入るといえば入るんですけど、まあ、他のやつがもっと美味しかったってことね。ヘリオスの歴が25位です。続いて24位、グランツですね。トリプルウッドのあのノーマルのやつですね。こちらもヘリオスと同じ点数になって、24位ですね。グランツも有名でオーソドックスでいいんですけど、24位です。これをもう別に、まあ、また買って、動画でも言ってるんですけど、年数物も買ってみたいなと思うぐらいに美味しかったんですけど、なんか自分でもね、びっくりですけど、30種類中24位で、もうこれまだここなんですね。っていう感じです。24位がグランツです。はい、続いて23位が、ティーチャーズのハイランドクリームですね。ティーチャーズ、これか、コスパ最強クラスなんですけど、コスパ5000にはギリギリ入らなかったんですけど、まあ、実際僕今まで飲み始めてからすでにティーチャーズ3本目なんでね、一番飲んでるウイスキーはティーチャーズが今独走状態なんですけど、まあ純粋にね、味だけ見ると23位にランクインしたということになりますね。ティーチャーズはやっぱスモーキーさがね、低価格帯で一番スモーキーな感じで、まあ、甘さもね、あるんですけど、ハイボールでね、もう飲みやすいっていうのもありますし、やっぱご飯食べながら飲みやすいし、もうなんせ価格、コスパはもうほとんど1位と言っても過言ではない。まあ、最近ちょっと上がっちゃったんですけどね、僕998円とか600円とかね、なんか600円でティーチャーズ2本売ってるコンビニがあって、もう迷わず両方買いましたけど、なんかたまにめちゃくちゃ安く売ってて、でも今はもうティーチャーズもね、1300円とか1400円のとこもあるみたいな、上がっちゃって、特にこの低価格帯が上がっちゃうのってきついですね。ということでティーチャーズハイランドクリームが23位です。はい、で22位がグレンアードホですね。これはイオン系列で売ってるシングルモルトで1950円ぐらいで買えるシングルモルトというね、多分ダントツで一番安いシングルモルトじゃないのかっていう、グレンアードホ、これ今も美味しくまだ飲んでる、まだ半分ぐらいあるんですけど、グレンアードホね、まあやっぱこれもね、コスパ部門に入るほどやっぱ他はもっと安いのがあるんで入らないんだけど、シングルモルトコスパ部門ではどう考えても1位ですね。まあ当然一番安いシングルモルトなんで、でその悪くない味で、まあ、僕個人的にはグランツとかティーチャーズとかヘリオスの歴より美味しくて、この後のやつよりちょっと落ちるっていう味わいでしたね。でもちゃんとモルトの風味も香りも味もして、さすがシングルモルトでね、こういい感じのウイスキーなんですけども、これも全然まだこれから買って飲みたいなって思うレベルですね。これが22位グレンアードホです。21位がですね、ジョニーウォーカーの赤ですね。ジョニー赤ですね。動画のサムネにも使ってるジミヘンがこう楽屋に絶えず置いていたというね、ジョニーウォーカーの赤、これも良かったですね。香りがすごいいいですね。スパイシーというかね、こう本当ジョニーウォーカー特有の香りがして、で少しアルコール臭は赤なんであるんですけども、すごいいいウイスキーだと思います。これも全然買って飲みたいと思うんですけど、まだ21位というね、だから割とウイスキーって僕が思ってるより美味しいのいっぱいあるなっていうのがこのランキングの表を見て思ってることです。21位はジョニーウォーカーの赤です。はい、じゃあここから20位台ですね。で20位がハイランドクイーンですね。スコッチのハイランドクイーン、これもイオン系列で売ってるんですけども、僕1000円ぐらいちょうどぐらいで買って、で
結構ね飲みやすいんですよね。あの糖質したところはないけど飲みやすくて、で、値段もすごい安いと。あの系統としてはね本当にグランツとか、まあ、デュアーズとか、まあ、そっち系と同じようなこうオーソドックスタイプのブレンデッドウイスキーって思ったんですけども、多分飲んだのが比較的早い段階で飲んだので印象に残ってて、まあ、点数もよく自分が入れたのかなって思ってます。ですね、先ほどのグレン・アードフォとジョニー・ウォーカーとハイランド・クイーンはまあ同じっていうふうにあの点数つけてましたね。はい、で次がですね19位は、ニッカのねハイニッカですね。ハイニッカが19位にランクインです。このコスパ5000の中のこれ3位だったかな、3位か5位かなんかハイニッカかな入ってたはずなんですけども、あ3位ですね、3位に入ってた。コスパ5000、3位が19位、ハイニッカですね。これはコスパも4月前までは良かって、今はもうちょっと上がっちゃってるけど、まだ1200、300円で買えて、で、まあ60年の歴史があって、でもハイニッカはなんかこれから上がりそうな気がするんですよね。じわじわ来るウイスキーですね、ほんと。まあ竹鶴正隆さんがね、晩年、愛飲したという触れ込みで、本当らしいんですけども、ハイニッカね、コメントで、僕動画ではザクって言ったんですけども、はい、旧ザクって言ってもらって、あ、旧ザク、確かに旧ザクっぽいなって思ったウイスキーでした。まあ、ガンダムで例えた話ですね。というわけで19位は、ハイニッカですね。はい、続いて18位は、キリンのリクですね。リクは飲んでる動画はないんですけども、こちらキリンの富士御殿場、蒸留所見学の時に飲んだんですけども、確かね日高屋のハイボールがリクなんですよね。でホワイトホースからリクに変わったんですよね、日高屋のハイボール。まあでも1杯330円でね、薄めのハイボールって今考えるとなんか本当家飲みした方が全然いいなって思いますけど、まあそれはさておき、リクはまあちゃんとしたキリンのウイスキーだし、で 50% アルコール 50% ですしね。で500ml なんですけども、安いところだと1100いくらとかでね売ってる、1200円前後ぐらいで買えるので、コスパもまあ容量少ないけど結構いいし、で味もいいですね。で、ということでリクが18位に入ってます。こちらはただね蒸留所のね説明係のキリンのお姉さんにすごいこうプレゼンされて、リクとこう富士をね上げられた後に飲んだんで、やっぱり印象がそれで大きく変わってる可能性はありますね。なんかすごい嫌な気分な時にこうもうどうでもいいやみたいなに飲んだ場合と、蒸留所でこう工程を見ながらね説明を受けて、いい感じで飲んだウイスキーでは味の感じがだいぶ変わると思うんで、まあそういうのもあってね、まあでもこれ私の場合ですんで、私の防備力的なね面もありますんで、リクは18位にランクインということで、はい、続いて17位がですね、ジェイムソンですね、ジェムソンですね、アイリッシュのジェムソンが17位です。これもミニボトルで飲んだんですけども、やっぱり癖があるけども、癖があって飲みやすい、あってなおかつ飲みやすいっていう感じですね。世界的にはビッグネームで、僕の知り合いのねインド人の人がいるんですけども、その人の、フェイバリットもジェムソンだって言ってましたね。で上のグレードもあるんで、これから飲んでいきたいなって思った一歩ウイスキーですね。それがジェムソンで、ジェムソンが17位ですね。はい、続いて16位がこれ16位でもう出ちゃうんですけど、ジョニークロですね。ジョニークロが16位、ジョニーウォーカーのブラックラベル12年が、各都で飲み比べしましたけども、こちらが、16位です。でちなみに16位から12位まで同じ点数なんですよね。でこちらもコスパとかちょっと他の要素も、入れて順位付けしてるんですけども、16位はジョニーウォーカー黒ラベル、スコッチの中のスコッチとね言われるウルティメイトと言われる
ジョニクロが、16位ということです。はい、続いて15位。こちらで折り返しましたね。ここが真ん中なんですね。真ん中、15位が、核ですね。サントリーの核瓶が15位です。核はさすがに僕も飲んだ記憶はあって、まあ、缶のね、核杯もありますし、あと、ハイボールで飲んだ瞬間、あ、これは完全に知ってる味だっていうことで、まあ、生活の中で今までね、どっかでもうかなり飲んでるんでしょうね。なので、気づかないうちに飲んでるっていう、それぐらいこう浸透してるっていうのもありますし、純粋にやっぱり、核のハイボールは美味しいなって思いましたね。で、核もね、これから、また買って飲むことになるっていう気は非常にする。美味しいウイスキーですね。優しい感じの美味しさ、優しい美味しさでジャパニーズウイスキーにもなりましたし、まあ日本で一番売れてるね、核瓶が15位という結果でした。はい、そして、続いて14位はスーパーニッカですね。ニッカのスーパーニッカ、竹鶴正隆さんが奥様のリタさんがね、リタさんが亡くなった時にリタさんに捧げるブレンデッドとして作ったのがこのスーパーニッカでね、こちらも優しい味で優美な雅な味で、ハイニッカと比べたんですけどもね、まあ同じ共通するところはあるものの、やっぱり上品な感じのすごいいいウイスキーだなと思いました。スーパーニッカ、しかもハイニッカより2年ぐらい歴史がある、62年ぐらいのね、歴史がある。で、瓶もね、スライムみたいな可愛い瓶で、この、やっぱり、特別なね、ニッカの特別なウイスキーの一本、スーパーニッカが14位です。はい、続いて13位。13位もニッカで、セッションですね。ニッカのセッション。これ、価格帯が割と高い4000円前後、4500円とかね、まあ、安くても3800円ぐらい、まあ、4000円前後の、ちょっと僕から見たら、初心者から見たら上のグレードになるんですけども、セッション、セッション美味しいですね。これまあ、余市のね、PET&ソルティと一緒に飲んだんで、なんかそういうあれもあるのかもしれないですけど、セッションすごいいいなと思いました。これもまた買うと思いますね。で、セッションが13位ということになりました。はい、続いて12位が、バランタインのファイネストですね。バランタインのファイネストは、まあ、コスパもいいですし、コスパ5000の、にも入ってましたね。4位ぐらいで。で、それが12位に入ってると。で、バランタインもすごいいいウイスキーですね。飲みやすくて、少しビターなのがいいかなって思いますね。実はね、ちょっとここだけの話、12年も持ってるんで、後で飲んでいきたいと思うんですけども、7年とかね、マスターとかもう17、21、30とか、15とかもあるんですよね。なんで、これからも飲みたいウイスキーの、まあ、入門というか、一番低価格帯モデルの、ファイネストが12位です。続いて11位が、キリンの富士のシングルモルトですね。富士のシングルモルト、すごい他の、ウイスキーチャンネルさんでも高評価なんですけども、こちらが11位ですね。こちらもキリンの蒸留所でテイスティングして飲んだんですけども、うん、すごいいいシングルモルトですね。で、シングルモルト、日本のシングルモルトで一番今安いんじゃないかなって思いますね。5000円ちょっとで買えて、安いとこだと4800円とかでたまに売ってたりする。富士のシングルモルトが11位です。はい、では続いていよいよトップ10ですね。10位、トップ10第10位は、サントリーのシングルグレーのチタですね。チタが10位です。チタは美味しいですね、純粋に。で、コメントでも書いてもらったんですけど、まあ、チタハイボールが一番美味しいっていうね。で、実はチタのハイボールまだ飲んでないんですよね。ロックとストレートでちょっと酔っ払っちゃって、その後飲まなかったんですけど、ちょうど画面にも一番右にチタありますけど、チタも値上がり前に買ったんで、まあ、ゆっくりハイボール飲んでいきたいなと思います。いやー、これほんと4000円ちょっとで買えた時にね、もっと買っとけばよかったっすよね。6000税別とかですもんね。これはでかいですよね。
というわけでベスト10の10位はチタとなります。はい、続いて、第9位、9位はですねブラックニッカのリッチブレンドですね。これがコスパ5000の第2位かなが9位に入っていると。ブラックニッカのいろいろある中で、まあクリアよりは高くてスペシャルとかディープブレンドより安い位置づけの、リッチブレンドですね。これは前にも言ってますけどロックがすごい良くてこういい感じの甘さとね、でクリアよりやっぱり深みもあってで香りも良くてっていう感じで、しかもねコスパもめちゃくちゃ安くて1,200〜1,300円でまだたまに1,050円とかでもねまだ売ってるという、コスパも非常に良くてロックでも多いし、ブラックニッカのリッチブレンドが第9位です。続いて第8位は、ブラックニッカのディープブレンドですね。これはコスパ5000の第1位、ダントツの第1位に入ってる、ブラックニッカのディープブレンドが8位になってますね。この30種類の中の味だけで、点数をつけたものでは。で、ディープブレンドは、やっぱりね、この、安い価格帯の中でも群を抜いて美味しいですね。で、45% でガツンとくるし、濃い口でハイボールでも美味しいし、もうもちろんロックでもいけるっていう感じで、もうディープブレンドは常備したいですね。上飲酒で今のところ一番上位につけ、ついてるのが、ディープブレンドですね。じゃあちょっと麦茶飲みます。これ古かったな。ちょっとやっぱ飲むのやめよう。はい、続いてですねディープブレンドが、8位で、次第7位がですねこれ自分でも意外だったんですけども、スペイバーンの10年ですね。スペイバーン10年が、飲んだ時はそんな印象あれだったけど結構高い点数つけてましたね。これが第7位ですね。シングルモルトスペイバーン10年緑の、ラベルのこちらもミニボトルで飲んだんですけども、これは、後々なフルボトルでも買って飲んでもいいっすね。7位、スペイバーン10年。他のグレードもあるので、ぜひ飲んでみたいなと思います。はい、続いて第6位がですね、キリンの富士の、ブレンデットですね。ブレンデットの方がシングルモルトより富士美味しかったんですよね、僕が飲んだら。これ結構ねグレーンも効いててモルトも当然効いててでブレンド具合もねすごいいいなと思って本当に同時にシングルモルトとブレンデッド同時に飲んだんですけどブレンデッドの方が美味しかったんですよね。まあ何を言うてんねんって言われるかもしれないですけど個人的な好みと感想ではブレンデッドの方がモルトシングルモルトより美味しくて6位にランクインということですね。はい、で次第、ベスト5第5位がグレンリベットの12年ですね。確かグレンリベットは一番最初にウイスキー製造免許を取った蒸留所でしたっけ。なんかとにかく最も歴史がある一つとも言われているグレンリベットの12年ですね。こちらもシングルモルトの、年数ものまだ年数ものの中では若い方だと思うんですけどこれも非常に良かったですね。クワガタの匂いがしたとか動画にしましたけどももう本当飲んだらすごい美味しくてだからスペイバーンとか、他のシングルモルトなんですか、富士のシングルモルトよりも美味しくっていう感じですね。もちろんグレンアードよりも美味しいということでグレンリベットの12年が定番モデルですけどもねこちらがでベスト5第5位です。はい、続いて第4位が、キリンの富士のシングルグレーンですね。シングルグレーンが第4位でシングルグレーンもやっぱり蒸留所見学で飲んでめちゃめちゃ美味しかったですね。これもさっき言ったように蒸留所のお姉さんの魔法がかかってる気がするんですけどもこの富士の3種類でこれが一番美味しく感じましたね。で、これは本当欲しいですね。で、チタより美味しいですね。これはまあ今でもそう思う。なんで
日課のねカフェグレーンとかと比べてみたいんですよね。カフェグレーンと富士のシングルグレーンと、まあ、チタあたりのね飲み比べなんかもいつか本当やってみたいですね。ということで、富士シリーズで一番美味しかったシングルグレーンが第4位ということです。はい、でいよいよベスト3で、第3位はですね、山崎12年ですね。山崎12年はもうむちゃくちゃプレネで高いけどやっぱり純粋に美味しいっていう感じですね。もう匂いもめちゃくちゃいいし、飲んでも美味しいですね。ロックが美味しいですかね。ハイボールでも美味しいですけどね、ロックの方が美味しく感じたかなっていう気がします、個人的には。日本代表とかね言われます山崎12年、いや18年とかね25年とか55年とかも飲んでみたいですけどね。まあ8000万とかするんでね、山崎55年誰かくださいっていう感じですね。というかで、というわけで第3位はサントリー山崎12年になります。はい、続いて第2位はブレンデッドですね。第2位はね、竹鶴ですね。竹鶴のもうなんか僕が飲んだやつなんで普通のやつですね。コンビニでミニボトルで売ってた竹鶴がやっぱり、まあ、これハマるきっかけになったんでね、やっぱそのインパクトがこうまだ残ってるって感じですね。なので、30種類飲んだ中の純粋に美味しさだけで個人的に決めたランキングの第2位は竹鶴ですね。これピュアモルトとかなんか副題みたいのがついてるんでしたっけ、ちょっとあんまりもう瓶も捨てちゃって覚えてないんですけども、日課のねブレンデッドの竹鶴が第2位です。私一応ね竹鶴と山崎12年飲んでるんですよね。まだ全然飲んでないんですけど、はい、ということになりました。では第1位を発表の前に、第30位ですね。まあ、この30種類飲んだ中で、一番低い順位、まあ、一番美味しくなかったというやつはですね、第30位をここで発表しますと、これはもう点数的にも29位の、もう全然半分以下、の点数ですけども、まあ、もうバレバレですけどね、イオントップバリューの3年熟成樽仕込みですね。これが、一番、下の順位、30種類中ダントツの30位ですね。理由はまあ他のウイスキーに比べるのがなんかもう他のウイスキーに失礼みたいなね、位置づけで、だから他の YouTube のウイスキー YouTuber の方を見るとこれに対抗できるのは現行のもっと安いイオンのウイスキーっていうやつか、何でしたっけ、リンとね、なんか香るって書くあれですね。まあこの辺はねスピリッツがほとんどなんで、まあ、ウイスキーって一応言ってるけどウイスキーじゃないっていうのはね重々分かってるんですけども、ただ瓶にウイスキーって買ってね書いて売ってますんで、僕も最初はちょっとウイスキーなのかなと思ってましたんでね、まあコメントもいただいてますけど、まあウイスキーじゃないって言えばそれまでなんですけど、まあただお店でウイスキーとして売ってる以上そういうふうに思っちゃう人もいるんでね、まあ一応便宜上ウイスキーとして扱ってますけど、30位は、イオントップバリュー3年熟成樽仕込みですね。まあ値段はね本当ハイニッカとかそういう低価格帯ホワイトホースとかぐらいの値段なんですけど、まあこれあれ以来飲んでないですからね。ちょっとなんか友達とバーベキューとかしてこうどさくさに紛れてハイボールとかでねちょっと大勢呼んでどうにか消費しないとっていう、もうこの消費に苦労するっていうね、もういつまでも、もう減りの遅さもダントツ1位ですからね。ということで30位はイオントップバリューの3年熟成樽仕込みです。はい、それではですね第1位はですね、これもダントツで2位と結構差がついて、第1位が、日課の夜市の PT& ソリティがダントツの第1位ですね。これは
ガツンとね、ほんと最初しょっぱさがソルティーが来て、その後にあのスモーキーなねピート感が来て、それでいて濃いし、こうなんていうんですかね、厚みもあるしね、これは竹鶴を超えてしまったっすね。さすがにこの始まりの起源とも言うべき竹鶴を一口飲んで超えてきたインパクトと、もう純粋にすごい美味しいですね、余市の PT& ソルティは。なんでもう余市画面に映ってますけど、もうね、余市とか余市10年とかね、いろいろ他の原酒も合成原酒もね飲んでみたいなって思いましたね。というわけで、第1位は日課の余市の PT& ソルティでした。それではランキング、初心者が30種類ウイスキーを飲んでみたランキング、30位から1位までということでやらせていただきました。どうも長い間ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それでは失礼します。